今回カメラマンさんが私のファースト写真集で撮っていただいたカメラマンさんで、息の合った感じで最初からあ、お久しぶりですって感じで、年々日卒業してソロのシロマミルとしてのまた写真集で撮っていただいたカメラマンさんに撮っていただけてすごく嬉しかったです。やっぱ天才ですね、カズタカさん。なんかセクシーだけじゃなくて、なんかこの光の使い方だったり全部がもうなんか100点みたいな、もうバチンって決まる写真ばっかりで、なんか自分の自信にもなります。綺麗に撮っていただけるから。はい、ありがとうございます。いろんなカメラがいっぱい、今日はカメラ3台あります。私のチャンネルとシュープルさん のカメラもあります。シロマミルです。お疲れ様でした。沖縄の太陽はテンションが上がる。もう飛行機からねテンション爆上がりで、ちょっとファッショナブルな、また一歩大人になって、なんか世界観がある今回撮影になっていると思います。衣装まだまだ楽しみにしててください。じゃあ頑張ります。沖縄めっちゃ大好き。だって NMB 入った瞬間に結構すぐに沖縄行かせていただきました。あの NMB48 の時にこう沖縄国際映画祭っていうので1年に1回は絶対来てたので、すごい思い出もめっちゃ詰まってますし、ご飯も美味しいし大好きです。沖縄国際通りとかも何十回とか行ってますね。沖縄は結構知ってる私。もう沖縄って聞いた瞬間からもうテンション爆上がりで、マネージャーさんと楽しみやな、何する、何食べるとかいろいろ想像しながらワクワクしてたんですけど、4年ぶりだったんで、すごい空港着いた時の景色だったり、はいさーいってなんかお出迎えしてくれてる感じとかすごい懐かしいなと思ってほっこりしました。とかご飯めっちゃ美味しかった。なんかずっとご飯食べてる。移動のバスでもめっちゃご飯食べたし、だって着いた瞬間おにぎり2個食べて、でなんか沖縄結構行ってるから夢の食べ物とか知ってると思ってたけど、スタッフさんに教えてもらったなんか梅の花って書いて梅ファーっていうお菓子があるんですよ。それがめっちゃ美味しくて、結構大きいのに一人でバクバク止まらへん。美味しすぎました。コンビニ行って6袋買いました。初めて知って、これも発見でしたね。でも美味しい食べ物もいっぱい食べて、もうなんか景色もほんと綺麗で、見るもの全てが全部綺麗やから目が幸せすぎました。とっても。
YouTube 撮ってます。やっぱねこれも久々のグラビアなんでちょっと回して何ここ冒険今からやばYouTube も皆さんぜひチェックしてみてください。すごいよ見て。水もね今海の水触ったけどすごいちょうどいい冷たさで入れますね。えすごいすごいすごい、そんな軽々しく危ない危ない、落ちちゃうよ。開きながら海で海を入るってちょっと面白い絵になりそう。神秘的神秘的今回の撮影も YouTube の私専用のカメラを持ってオフショットを撮らせていただいたんですけど、そっちのチャンネルではホテルの女子会トークとかも結構リアルな話とか話してるんで、こっちの映像とはまた違う部分が見れると思います。どんな感じで出来上がるか楽しみにしておいてください。いっぱい写真撮ってます。みるるんチャンネルです。よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 YouTuber です。入りませんこれからナイトプールに入りませんえぇーってほんまにやってる、嘘やん、やば、
います。そうですね、今入れましたね。終了しましたね。さっきたまたま花火が空に打ち上がってて、みんなで綺麗な花火見てきました。すごい偶然で素敵な終わり方ですね。1日目が素敵な表情だったり、ポーズ、衣装、メイクで新しい私を見てもらえたんじゃないでしょうか。2日目はまた衣装がね、見たんですけどね、まためっちゃ可愛かったんです。なんで明日も楽しみにしててください。1日目終了、今からご飯食べに行ってきます。バイバイ。私は NMB48 を12歳の時に加入して、1期生立ち上げのメンバーで、で11年間 NMB をしてました。アイドルしてました。中1の時からだったので、もうなんかずっと NMB みたいな、人生ずっと NMB って感じでした。なんかもう、なんやろ、物心ついた時から NMB って感じ。やっぱその1期生のメンバーの中でも年下メンバーだったので、私はだからお姉さんメンバーについていかないとって、ただただがむしゃらでしたね。めっちゃ泣き虫でしたよ、昔私。今はもう泣かなくなった。強い女になりましたけど。はい。で、去年の9月、8月か。8月に卒業させていただいて、もう卒業して8ヶ月になりますね。でもやっぱり11年間こう大人数で動いてて、いきなりソロになるってもう全然景色が違うし、考えることだったり、その自分からどんどんこれやりたいとか挑戦することを見つけていって、自分から動かないとダメやから、やっぱアイドルの時はこうたくさんの仕事をいただけてて幸せな環境やったなと思って、でもソロになってすごいそれを実感したし、でもなんか自分の好きなことをできるので、いろいろ突き詰めて自分のやりたいこと、歌パフォーマンスでたくさんの方笑顔にしていけたらいいなと思っています。やっぱ入った頃はお姉さんメンバーに助けてもらって、甘えん坊の妹から卒業するときはなんかお姉、私がそういう後輩たちに教えて、背中教えてあげたりっていうお姉さんになれてたらいいなって思います。慣れてたかな、なんか自分で慣れてたってちょっとね分からへんけど、
みんながそう思ってくれてたら幸せやなって思います。でもこれからの自分の道でたくさんそれは示せると思うので、背中でもっともっと自分ソロになって頑張っていきたいと思います。東京に引っ越してきたことかな。大阪にずっと実家にいたので、ソロになってから、卒業してからは東京に引っ越してきて一人暮らしになりました。一人暮らしはなんか料理とかは私絶対しやんからあ、でもなんか洗濯物とか大丈夫かなと思ったけど、意外にやってみるとできるなって思いましたし、やっぱり自分の時間をしっかり作れるから一人だと、だからなんか自分についてたくさん考えれる時間をができました。毎日お父さんがテレビ電話してくるので、そう全然寂しくないですそう、なんかいきなり連絡もせずにピンポンって来たりするんですよ、お父さんが。愛が深いですラジオは桜橋919というラジオになっております。月火水木金でそれぞれ芸人さんだったりアイドルさん、声優さんとか、すごいいろんなジャンルの方がされているので、ぜひ、私は金曜日担当なので、ぜひ聞いていただけたらいいなと思います。なんか素の部分をいっぱい出せたらいいなと思います。初めて知ってくださる方も、みるちゃん面白いなって思ってもらえるラジオになったらいいなと思ってます。もう自分らしく行こうって思ったら、初回はすごい漢字間違いとかマイクオンにするの忘れてたりとか、めっちゃ事故ったはい、デビュー曲レコーディングはもう終わりまして、男性も女性も見てて胸がこうグッと取られるような楽曲になってると思います。やっぱり一発目のデビュー曲なんで、私の決意だったりしっかり込めさせていただきました。泣き虫な子がこんな強くなったよっていう、すごくね、ちょっと皆さんびっくりするような曲、え、そっちで来るんだっていうような感じになってるので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたら、新しい白まみをお見せできると思うので楽しみにしていてください。目指す、私が目指すアーティスト像は、強くてたくましい女性だから、なんかやっぱ自分に自信なかったりっていう、方って多いじゃないですか。そういうのがもったいないよって、もっと自分に自信持って、あなたはすごくかっこいいし完璧やしっていう、みんなになんか自信を与えられるようなアーティストになりたいなって思いますし、うわかっこいいな、うわ見るの真似したいって思ってもらえるような、本当になんか堂々としてる男性も、うわかっけーって思ってもらえるようなアーティストになりたいなって思ってます。おはようございます。ホテル部屋でちょっと遊びすぎて2時間ぐらいしか寝てない。え、なんか部屋にプールあるんですよ、外、撮影で使った部屋を泊まっていいよって言っていただいたんで、泊まらせていただいて、プールがあるので一緒にマネージャーさんとジャンプして飛び込みました。入ったプール、ほんまに楽しいから寝るのもったいなくて寝れなかったです今日は朝のおはようみたいなシーンからの始まりでぴったりだなと思いました。頑張ります、ファイティング。Thank you.
とけるだけかな。これからご飯です。すごいニンニクの匂いがめっちゃしてたから、なんだろうな、私の予想はニンニクトースト。あ、でも沖縄やから沖縄料理なんかな。楽しみ、いっぱい食べちゃおう。これがニンニク、めっちゃニンニク、うまっ。タコスだ。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。タコスとガーリックシュリンプでした。ニンニクの匂いはめっちゃニンニクです。おいしいです。おいしろな。あと一着だって。楽しすぎて、もう時間過ぎるの早すぎ、寂しい。もっといっぱい撮りましょうか、ね、明日も泊まります。今日も泊まって明日も泊まりましょうか。卒業してからはもうやれることはたくさんやって発信していかないと。白馬ミルを、新しいことを発信し続けないと、もういろんなことを挑戦していきたいなって思っております。お疲れ様でした。終わった。お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございました。みんなずっと心の中に白まみれ置いといてや。本当に今回の撮影はソロの白まみれとしての初めてのグラビアだったので、やっぱり私はソロのアーティストとしてこれから活動していきたいなと思ってるので、またアイドルの時とは違う私をすごい表現できたメイクだったり衣装だったり、表情も変えてますし、ポーズの仕方も変えたので、なんかこれからの私をまたなんか楽しみやなって、どんなになっていくんかなって想像してもらえるような作品になったと思うので、たくさん細かい部分まで注目していただけたらいいなと思います。皆さん DVD を見る見るしてくださってありがとうございます。見るのことは分かりましたか？どうでした？可愛かったですか？綺麗でした？好きになりました？これから、ソロの白馬ミルとしてアーティストとして、歌って踊って皆さんに笑顔をお届けしていきたいなと思うので、ぜひ皆さんたくさん私のことを見て好きになっていただけたらいいなと思います。新しいことも挑戦していきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。また出れますように。ありがとうございました。バイバーイ。